ステイシー・オーモニアブレース・ガードルジ奥様、このお部屋でございますよ。ああ、どうもありがとう。このお部屋でよろしゅうございますね。結構ですとも、どうもありがとう。 何か他にご用はございませんですかそうね。まだ遅くないようでしたら、私お湯にちょっと入りたいのですが、どうでしょう。承知いたしました。お湯はこの廊下を突き当たりますと、すぐ右側にございますよ。私、これから行って用意をしておきます。それからね、私、ずいぶん遠方から来て疲れていますから、 明日の朝はベルを押すまで起こさないでくださいよはい承知いたしましたミリセントブレースガードル城が疲れていると言ったのは本当であったいつも真実を話すのが眠れるように静かな本山町イージン・ストークの人たちの習慣であったそれから単純な方姿的な生活をして 世間のののののたたたた。めにななるる仕事ををしたり、りことを考えたりするのも、そ町のの人の習慣だった彼女はイージン・ストーク町の人たちの理想や美点を一人で具体化したような女であった彼女がこの夏の夜ボルドーのルエスト旅館に来たのも実は彼女の義務を果たすためだったのである彼女はイージン・ストーク町からロンドンに行き それからすぐドーバーに出て恐ろしい海を渡り彼ーからパリに入ってそこで仕方なく4時間を待ち合わせ随分気の揉める4時間だったそれから夜更けにこのボルドーに着いたのである彼女がボルドーに来た目的は明日南米からこの港に着くべき妹を迎えるためでその妹というのはパラガイにいる牧師に嫁いでいるのだが 気候が体にあわるので彼女だけ今度英国に帰ることになった本当は彼女の兄で主任牧師を務めている人が来るのだったが何分教会の仕事が手が引けず彼が出てくると檀家の人が困るのでそれでブレースガードル城に役目が回ったのである彼女は生まれて以来一度も英国から外に出たことがない上に旅行が怖くて。 外国人が嫌いだった。フランス語は少し話せて旅行したりちょっとした用を弁ずるには差し支えなかったが少し込み入った会話になると駄目だったけれども彼女は「フランス人は表面愛想がいいようでも話し相手として愉快な国民ではない」言い換えれば「好人物ではない」と思っていたので会話ができないのを別に残念には思わなかった彼女は」 をを解いていてろんなな品物を部屋に並べながら、ともすれば故郷の部屋の幻が目先にちらつき軽いホームシックに襲われるのを強いて払いのけようとしたそれにしても外国の寝室はどうしてこんなに奇妙なんだろうサ更サやラベンダーもなければ懐かしい家族の写真兄の主任牧師やお甥や銘や秋祭りの時の本山の内部の写真もない マーカスストーンの色のついた版画や刺繍やひな形のような装飾もないおお彼女は何というバカだったろうここの寝室をどんなものと想像していたのだろう彼女は服を脱いでドレッシングガウンに着替えると海面入れとタオルを持って電灯を消し戸を閉めおどおどした足つきで廊下を浴室の方へ急いだ 気持ちのいい浴室は彼女の心を明るくした彼女はぴったり暖かい湯に浸り静かな満足を感じながらじっとしなやかな自分の足を見たそして家を出て以来初めて愉快な冒険を楽しむ気分になったいわばここまで来たのは冒険だった彼女の今までの生活には妙にこの冒険というやつが欠けていた 世間にはよく旅行していろんな経験に合う人がよくあるものだ彼女はいくつだろう四四十十二、三。その点については彼女はいつも黙っている彼女は年のことなど全然問題にしていないのだ他の人に比べると年齢の割合に若く見えるそれというのが何事も控えめな単純な生活をし 健全な散歩新鮮な空気に触れているので荒々しい贅沢な都会生活をする人ほど老けないのだ恋さようまだ若かった時恋をしたことはある相手は尊敬すべき親切な学校教師だった二人は婚約こそしなかったがそれに似た黙々の理解は双方にあった この楽しい理解と友情は3年続いた彼は優しい利口な考え深い男であったからいつまでもそうした中で続いたら彼女も幸福だったろうけれどもこのスティーフンという紳士はあるものを書いていたつまり妙にイライラした癖を持っていたそこで彼女は肉体の健康ということを問題として 結婚を躊躇したさよう彼女は優しさと親切の化身のようなスティーフンとさえ結婚を躊躇したそうこうしているうちにある日彼が街を去って永久に帰らなくなった世間の噂によれば彼はその後フィーブス夫人の父母に働いていたある田舎娘と結婚したとやらおそらくあまりいい女ではあるまい 世間によくある喋りの小綺麗なバカな女だろうおやおや彼女もその当時は広い痛手を受けたが今ではすっかり忘れてしまった人間というものは時さえ経てば何でも忘れるものだただあるものは仕事他人のための奉仕信仰義務ばかりだ同時に彼女は 異常な経験に合う人たちの心持ちが分かった明日は主任牧師に手紙を書き送ることがたくさんあるまず食堂列車でもちっとのことでメガネを忘れかけたことパリ行きの汽車の中でアメリカの子供が言った面白い言葉至る所の珍しい食べ物単純で地味な料理は少しもないということそれから パリのホテルで会った2人の英国夫人が自分の叔父が死んだ話をしたことかわいそうに彼は金曜日に病気になって日曜日の午後のお茶の時刻前に早死んでしまったそうなそれから面倒を見てくれた旅館の主人の親切なこと旅館の女中のきれいなことさようみんな親切な人ばかりだった 要するにフランス人は想像に反していい人たちばかりだ彼女は気持ちのいい礼儀正しい方面以外には何者も,も見なかったのだ明日は兄の主任牧師に書き送ることがたくさんあるやがて彼女の体が手ぬぐいの摩擦で赤くなった彼女は下着と厚い毛の根巻きを着ると いつも自分でしつけている通り浴室をきれいに片付けたそれからまた海面入れと手ぬぐいを持ち火を消して自分の部屋に帰った彼女は部屋に入るとすぐ電灯をつけて扉を閉めたところが外国の旅館などでよく起こることだが扉を閉めるとハンドルの玉だけ軸から抜けて手に残った彼女は低い声で「あら」と言いながら 片手には手ぬぐいと海面入れを持っているので片手でそれを差し込もうとしたところがついうっかり差し込んだので玉が回らないばかりか軸が一層向こう側に引っ込んでしまった彼女はまた小声で「あら」と言ったそして海面入れと手ぬぐいを床の上に置いて左の手で軸を引き出そうとしたがますます向こうに行くばかりだったどうしようかしら 彼女中を呼ばなくちゃならない女中を呼んでももう寝ているだろう彼女は振り向いて部屋の中を見たするとたちまち彼女はひどい恐怖に襲われた彼女の寝床に見知らぬ男が寝ている机の上のどす黒い顔乱れた黒い頭髪太い口ひげ 彼女は生まれてからこれほど激しい恐怖を覚えたことはない心臓の鼓動が一時は止まるような気がしたしばらくは考えることも声を出すこともできなかったがまず第一に頭に浮かんだことは声を出してはならぬということであった彼女はその男の顔と毛布の中に丸くなった体とを見つめながら しばらく麻痺したようにじっとそこに立っていた。けれども、やがて我に帰ると、彼女の頭脳が一時に敏滑に働き出した。まず気がついたのは、彼が悪いのではなくて自分が悪いということだった。彼女は部屋を間違えたのだ。この部屋は彼の部屋だった。部屋の構造は同じだが、置いてあるものは彼のものばかり。 椅子の上には服が存在に投げかけてあるヨーダの上からはカラーネクタイがのぞき床には重そうな編み上げ靴や妙な格好な黄色いトランクがある何とかして逃げ出さなくてはならぬ彼女はまた扉の方を振り向き軸が向こうにいった穴の中に指を突っ込んでみたしかしダメだ彼女は見知らぬ旅館の寝室に外国人 フランス人と一緒に閉じ込められどうすることもできなくなったのだ考えなくちゃならん彼女はスイッチをひねって明かりを消した明かりを消しておけば男が目を覚まさぬかもしれぬその間になんとかいい方法を考えようそれにしても彼はどうして今までに目を覚まさなかったのだろう目を覚ましたら彼がどうするだろう 自分はどう弁解したらよいだろう弁解しても彼は信じないに決まっている誰でも信じないだろう英国の旅館でも面倒だのにましてここは知らぬ人ばかりの外国従って敵意を持っているところの旅館ではないか困ったことだ何とかして出なくちゃならぬ彼を呼び起こそうか いや、そんなことができるものか。起きたら自分を殺すかもしれぬ。あるいはまた、ああ、考えるのも恐ろしい。わめこうか。ベルを押して女中を呼ぼうか。いや、それも同じことだ。ベルを押せば旅館の人がみんな寄りたがってくるだろう。そして夜中に自分が見知らぬ男の寝室にいるのを見つけるだろう。 自分、イージン・ストーク町の主任牧師の妹ミリセント・ブレース・カードルがイージン・ストーク町たちまち彼女の取り乱した心にイージン・ストーク町の幻が現れた自分の噂が伝わって女たちがお茶のテーブルを囲みながらその夫に向かいあなたお聞きになってまあ私びっくりしましたわ お気の毒なのはあの方の兄さんですわ兄さんもこれじゃあ牧師をやめなくちゃならないでしょうあなたクリームを少しおい入れなさいよ刑務所に入れられるだろうか人は自分が窃盗の目的でこの部屋に入ったのだと思うかもしれないあるいは八十の十階のすべてを破るために入ったと思うかもしれない それを弁解する方法はないのだこの扉が開かない限り自分は永久に日陰者となるのだ煙突煙突から這い出てはどうだろうしかしそこからどこに抜けられるのだ彼女は男が暖炉にのぞいた自分の足を捉えてすすだらけになった自分を引きずり下ろす様を想像した彼はいつ目を覚ますかもしれない ふと彼女は女中が廊下を通る足音を聞いたように思ったけれども女中は彼女が数分間前に浴室を出たことを知っているのだから声を出して呼ぶのならもっと早く呼ばなくてはならなかった女中は自分の部屋に行きはしないだろうかふと彼女の頭にある考えが浮かんだもうかれこれ1時だ 寝台の上の男は多分悪いことをしない旅の商人か会社員で朝の7時か8時になるとさっさと服を着て出かけるだろうだからそれまで自分は彼の寝台の下に隠れていようわずか数時間の辛抱ではないか自分はいつも寝台の下を覗く習慣があるが男はめったに覗かないものだ彼が部屋を出る時には 何とかしてて扉を開けるるに決まっている夜半に取っ手が床の上に落ちたようにしておけば彼がベルを押して女中を呼ぶかナイフで開けるかするだろう男というものはこんなことが上手なものだそして男が出て行ったら寝台の下から吐い出して自分の部屋に帰ればいいそしたら誰に弁解する必要もないしかしそれにしても あ,あなんという経験だろうあの寝台の白い縁飾りの下に入っていれば明日の朝まで安全だ朝となれば何も怖くない彼女は四つん這いになって猫のように警戒しながら縁飾りをまくったそれにしてもこの白い大きな縁飾りが垂れているのは何という幸せだろうそれをまくって寝台の下に入り込んでみると ちょうど小さい体を横たえるだけの隙間がある幸い床には一面じゅうたんが敷き詰めてあるが汚れて汚いもしせき払いをするかくしゃみでもしたらどうだろうどんなことになるかもわからぬ扉のそばで弁解するよりも寝台の下で弁解するのは一層難しい彼女は息を殺した 信頼の上からは何の物音も聞こえない縁飾りの下からは物音を聞きがたいのだ聞きがたいのに始終物の気配に耳を澄ましているのはかえって苦しいものだけれどもとにかくこの仮の避難所に隠れていれば落ち着いて今後のことを考えることができる今までは十分心を集中して自分の行いの意味を考えることができなかった 彼女は実際前後の考えも失っていたそしてただ逃げ出したいと思うばかりの野獣のようによく猫やネズミがやるように隠れ場を見つけて寝台の下に這い込んだのであるただこれが外国でなかったらよいのだが彼女はフランス語で弁解の言葉を考えてみたがそのフランス語がなかなか出てこないフランス人は一体に早口で 下手な言葉にいちいち耳を傾けてはくれぬだから彼女は随分困難な位置にあるのだこれで一夜が過ごせるだろうか今でこそただ窮屈で激しい恐怖を感じているというまでだがこれで8時間あるいは7時間も体が続くだろうかその上しまいの果てに発見されるかもしれないのだ 彼女が繰り返し繰り返しこんなことを考えているうちに数分間がたったいくら思案してもまとまりはつかぬ初めに声を立てて人を呼んだ方があるいはよかったかもしれぬけれども女中が廊下を通ったのは浴室を出てから10分も15分も過ぎたあとだったから仕方がなかった旅館の人は必ずその間に他人の寝室で何をしていたか尋ねるであろう どうして彼女はそれより前に叫ばなかっただろう彼女は縁飾りを12インチまくって耳を澄ました寝息が聞こえるような気もしたが確かなことは分からぬとにかく縁飾りをまくっていれば息だけはよく聞こえるだんだん大胆になった彼女はそっと顔を少し出して外の息を吸ったそして 我が身がもう安全だということを考えて元気をつけようとした。実際もう安全だ。もう用心さえしていればいいのだ。たぶん無事に帰れるだろう。無論一睡もしてはならぬ。と彼女は考え続けた。また眠ろうとしても眠られるものか。とにかく寝ているより起きている方が安全だ。用心しなくちゃならん。 彼女は口をつぐみ心を引き締めたこうして一夜を過ごす決心をしてしまうといくらか心が落ち着いた明日の朝兄に書き送ることがまた一つ増えたと考えて思わずにっこりした「兄はどう思うだろう」「無論兄は信じてくれるに違いない」「兄は生まれてから一度も自分を疑ったことがない人だ」「けれども」 今度の話はあまりに奇妙だ。イージンストーク町にいては想像もつかない話だミリセント・ブレースガードルが外国の旅館の見知らぬ男の寝室で一夜を過ごすなんて女の人たちはどう思うだろうワンニーシールズさんやおしゃべりのラス・ブリッシャー夫人はどう思うだろう兄さんにはこの話は他の人には誰にも言わぬようにしてもらわねばならぬ ラス・ブリッシャー夫人はきっとでたらめの尾ひれをつけて話すに決まっているああ今頃はみんなどうしているだろうイージンストーク町の人たちは無論みんな寝ているだろう兄さんはいつも10時15分に寝床に入るから定めし今頃は静かな平和な眠り正しい人の眠りについてきれいな気持ちのいいサセックスの空気を吸っているだろう ああ、ここの空気は息が詰まるようだ彼女は咳払いがしたくなったけれども咳払いをしてはならぬそうだ9時30分には召使いたちがみんな図書室に集まるそこで簡単な祈祷があるがそれはいつも15分以上かかったことはない兄さんはどちらかといえば儀式ばったことが嫌いなちだ それから10時ににはみんなにココアが渡る。そして10時15分にはみんなが寝床に入る懐かしい気持ちのいい寝室そこに自分のささやかな白いベッドがある自分は物心ついてから一度もその寝台のそばにひざまずかなかったことがないお母さんが生きていられた自分からひざまずいていたそして神様にお祈りをした お祈りそうだお祈りといえば物心がついたから寝る前にお祈りをしなかったのは今夜が初めてだ今夜は実際特別の場合いわば例外の場合だから仕方もない神様もそれは察して許してくださるだろうけれどもどうして今夜お祈りができないだろう何がお祈りの邪魔になるのだろう それはむろん、いつものとおりひざまずくことができないからだけれども心から祈りさえすれば多分いつもと同じように神様に届くに違いなかろうそこでブレースガードル城は体を少し曲げて両手を顔に当てて見知らぬ男の寝台の下で校内でお祈りをしたそしてお祈りのしまいに「どうぞ神様 今夜の危険から私をお救いい、くださいと付け加えたお祈りが済むと妙に気持ちが安らかになって軽い疲れを覚えながら黙って横になったそのうち次第に息苦しくなって刻一刻と床が硬くなるように思われたそこで彼女は咳払いしないように用心しながらこっそり体の位置を変えた心臓が激しく波打つ 彼女は浴室を出てから今までの間の出来事を繰り返し繰り返し考えてみたこの部屋はきっと自分の部屋のすぐ隣に違いない一つの廊下の同じ側に20も寝室があるのだから随分紛らわしい自分の部屋の番号が115だったか116だったかどうしてそんなことが覚えられるものか ふと彼女は学校時代のことを思い出した学校時代には自分は数字を並べる数学が下手だった角や三角を比べる期間が嫌いであんなことが何になるのかと思っていた好きなのは歴史と植物それから自分で実際に行くのは怖かったが不思議な外国の地理を読むのは好きだった一番面白いのは偉い人の伝記を読むこと オリバー・クロムウェルビーコンスフィールド卿リンカーングレース・ダーリングこれは理想の女だそれから少し俗悪なところはあるが偉い人でいい人のブース大将。彼女はセントブライド純牧師の遊園会の時に大好きのおばあさんトリミングス嬢がブース大将の話をしたのを思い出した「あのおばあさんは面白い人だ」 あのおばあさんはおやついうっかりブレースガードル城が激しい咳をしてしまったもうおしまいだ彼女は今夜二度目に胸の鼓動が止まるのを感じた2度目に肝がヒヤリとして心が恐怖に麻痺するのを感じたどうやら寝台の上の男が起きる気配がする 次の瞬間には彼がドアのそばに行ってスイッチをひねって、ふち飾りをまくってみるかもしれない彼女ははや、ひげのある荒々しい顔が自分をにらみながらフランス語で何やら言っているような気がしたそれから彼は片腕を伸ばして自分を引きずり出すだろうそれからおおかみよそれから。おお 彼が見つける前にこっちから大声でわめいてやろう今わめいた方がよくはないだろうか彼は私を引きずり出したら手で口を塞ぐに違いないあるいはクロロホルムをけれどもなぜか彼女はわめけなかったわめくことができないほどおびえていたのだ彼女はそっとふち飾りをまくって耳を澄ました 彼が足音を忍ばせつつじゅうたんの上を歩いてはしないだろうかいや確かなことはわからぬがどうもそんな気配はないけれども何事が起こらんとも限らないあるいは上から殴るかもしれぬさっき見た重い靴で何事も起こる気配はないが待つのが不安で耐え難いとても明日まで辛抱ができないような気がしてきた 侮辱盗獄死でさえこれよりマシのように思われだした彼女は這い出て男を起こしてできるだけ弁解してみようかとも思った伝統をともして咳払いして「あなた」と呼んでみようすると彼がむっくり起き上がって私をにらむに違いないそこで私がえっ、ー、とどう言えばいいだろう ルドン・ムシューメイジュ間違えたということをフランス語でどういうのかしらジュイトール・ルセ・ラ・シャンブル違うブーレブーえっ、ー、と取ってということそれから帰らしてくださいということをフランス語でどういうのだろう何構うものか スイッチをひねってせき払いしてあとは運命に任せようもし彼が起き上がって自分の方にやってきたとしたらその時は旅館が割れるような声でわめくまでだ好決心がつくと彼女は寝台の下からはい出して急いで扉の方に手探りで近づいた危ない歩き方次の瞬間に部屋がパッと明るくなった 彼女は信頼の方に向きえへんと咳払いして大胆に呼んだあなたすると今夜これで三回目にブレースガードル城の胸の鼓動がぴったりやんだ今度のは恐怖がクライマックスに達するまでにかなりの時間を要したがその代わり一度頂点に達すると 今までの2度の経験が何でもないものに思われるほどそれほど今度の恐怖はひどいものだった寝台の上の男は死んでいる彼女はまだ死人を見たことはなかったが誰でも死人を見誤るものではない彼女は等枠げに彼を見入りながらほとんどつぶやくように あなたあなたと続けて呼んだそれから彼女は抜き足差し足寝台に近寄ったろのような灰色の皮膚の上の頭髪や口ひげがバカに黒く見える口がやや開いていて生きている時に毒々しい肉感的であったらしい顔は信じられないほど穏やかで遠方にあるように見えるさながら彼女は 遠い遠い月日を隔てて人の顔を見るような気がした世間の出来事に全く関係のない人の顔を見るような気がしたプレイスガードル城はやっと全てを得得くすると両手を顔に当てて「かわいそうに」「まあかわいそうに」とつぶやいたこれに比べると自分の災難は何でもないように思われた ある偉大な全てを超越したものにぶつかったような気がした彼女は思わずそこにひざまずいてお祈りをしたそれからしばらくの間異常な平和と心の落ち着きを感じたそれからしばらくの間異常な平和と心の落ち着きを感じた彼女の旅館における災難の重荷はこれに比べると実につまらぬことで 馬鹿げた、些細な、ほとんど滑稽じみた相話で何とでも説明できるような気がしたこの男はどんな生活かそれはわからぬがとにかく自分の生活を終わって今や想像しの前に出ているのだ一体この人はどんな人だろう折からなし抜けに物音がしたので彼女の瞑想が破れた扉の外に 重いい靴を置いた音だ彼女は初めにはその音を誰かが扉を叩くか押し開けようとしている音と聞き違えてびっくりしたけれども次の瞬間に球児の足音が次第に廊下を向こうに行くのが聞こえたので球児が磨いた靴を置いて去ったのだと気がついた同時に自分の位置に気がついた「こうしてはいられない。 逃げ出したいという希望は一層激しくなった真夜中に見知らぬ男の寝室で発見されるも悪いが死人の寝室で発見されるのはなお悪いきっと自分は殺人犯人の罪名を着せられるだろうそうだきっとそうだどうして外国人に自分の立場を説明できよう彼らは自分を殴り殺すだろう いなぶり殺さずに弾頭台にのぼせるのだそれがフランスの死刑だそして大きな鋼鉄のナイフで首を切り落とすのだああ、怖い彼女は赤い帽子をした施工官や僧侶の前で自分が目隠しされて立っている様を胸に描いたちょうどディケンスの小説の中の男のように あの男の男名は何だったかしらそうそうシドニー・カルトンだ彼は講師台に上る前にこう言った私がすることは今までしたことよりはるかにはるかに良いのだしかし彼女はそうは言えない彼女がすることは彼女が今までしたことよりはるかにはるかに悪いのだ 主任牧師の兄さんのさはどうう。なるだろうそれから明日パラガイから着く妹イージンストーク町の親しい人たちや友達やかわいい大きい灰色の猫トニーはどうなるだろう首を切られないようにできるだけ避けるのは彼女の義務というものだ彼女はこの部屋にいても何のいいこともできない死人をよみがえらせることもできない だから彼女の唯一の役目は逃げ出すということだいつ人が入ってくるかもしれない女中靴磨きの球児支配人巡査剣と手帳を持った巡査の幻は彼女の疲れた心を引き立たせた彼女は死に物狂いになった幸いなことにはもう明かりを恐れる必要がない 彼女はまた扉のそばに走り寄って扉を指先でつついてみたがダメだ逃げ出すとすれば考えなくてはならんじっと考えなくてはならん慌ててばかげたことをやってはならぬ静かに落ち着いて方法を考えなくてはならない彼女は細心に戸締まりを調べた そこには鍵穴がないから外から戸締まりをすることができぬ代わりに内側から掛け金を下ろすようになっているああこの哀れな死人はなぜ昨夜掛け金を下ろしてくれなかったのだろう掛け金を下ろしてくれたらこうした災難に遭わずに済んだろうに取っ手の穴をのぞいてみると軸が半インチばかり引っ込んでいるだからもし廊下を通るものがあれば 取っ手ががいいているのに気がつくはずだ。彼女は頭からピンを抜いてそれを穴に突っ込んで軸を掘り出そうとしたしかし軸は次第に向こうに遠のくばかりだった彼女は顔が真っ青になって目が舞うような気がした彼女は一生懸命になった「落胆してはならぬ」 彼女は罠にかかった野獣のように部屋の中を歩き回って少しでも隙があったらそこから逃れようとした窓にはバルコニーがない上に下まで5階もあるほのぼの東が白みかけた間もなく町や旅館が騒がしくなるだろう逃げるならそれより前だ彼女はまた扉のそばに帰って取っ手の穴を覗き込んだ それから死人の所有物。彼のカミソリやハケや文房具を振り返った彼は文房具をたくさん持っているペン鉛筆ゴム風呂。ああ、風呂。必要は発明の母とはよく言った生まれてからまだ一度も発明をしたことのないブレースガードル城がこの時ちょっと器用な発見をしたのは 全く彼女が絶望的になっていたからである彼女はふと妙案を思いついてマッチろうそく頭のピンそれから風楼の塊をひとところに持ってきたそして風楼を溶かしてピンの先につけそれを穴の中に差し込んで軸にくっつけさしたそして7便目にやっと軸を動かすことに成功した 軸を引き出してしまうまでにはちょうど1時間と10分かかったが初めて指先でつかまえることができた時には張り詰めた心がいっときに緩んでうれし涙が出た彼女は用心深くそれをつまみ出してしっかと左手でつかみ右手で取っ手の玉を差し込んで静かに回した扉が開いた扉が開くとやれやれと安心して すぐにでも廊下に走り出て大きな声を出してため息をつきたかったが彼女はじっとそれを押さえて耳を澄ましたそれからそっと廊下を覗いてみた誰もいない彼女はとどろく胸を押さえながら音のしないように扉を閉めてネズミのように素早く隣の部屋に走り込み自分の寝台の上にぐったり倒れかかったすると今度は 死人の部屋に海面入れとタオルを忘れてきたことに気がついた彼女は今までの経験で第二回目の冒険はいつも第一回のそれより危険だということをよく知っていただから海面入れやタオルは捨ててもいいと思ったただ悲しいかなタオルの隅っこに彼女は旅館のタオルは使わなかった自分の名前の頭字の MB という字をきれいに書き込んでいたそこで彼女はこっそり廊下に出てまた死人の部屋に入り忘れ物を取り戻すとまた自分の部屋に帰った自分の部屋に帰った時の彼女はもう綿のように疲労していたので寝台の上に横になるとわずかなうなり声さえ漏らしたそして間もなく深い眠りに落ちた 誰も彼女の眠りを邪魔するものがなかったので翌朝彼女が目を覚ました時には11時になっていた外には太陽が輝いているそして昨夜の経験がまるで朦朧とした一つの悪夢のように思われた本当に夢だったのかしら彼女はまだ恐怖の名残を胸に感じながらベルを押したしばらくすると女中がやってきたが そのみにはおうべくもない興奮があられているいいえ昨夜の出来事は夢じゃないこの女中も何か変わったことを聞いているのだ紅茶を持ってきてくださいはい承知いたしました女中はカーテンをまくるとせわしげにこそこそ部屋のうちを歩き回っていたがその物腰のどこかには あることを口止めされていながらそれを黙っているのが辛抱しきれないといったふうのところが見える果たして彼女は唐突に信頼のそばに近づいて興奮した声でささやいた「まあ奥さん誰にも言うな」と口止めされているのですがそら大変なことがありましたよ117番のお客さんがね 今朝死んででいたのですよ。私が話したなんて誰にも言わないでくださいましよでもねえ巡査やお医者様や警部がそらたくさん来ましたのよまあ怖いまあ怖い寝台の上のブレースガードル城は何も言わなかった実は言うべきことがなかったのだ けれども女中は黙っていられないほど興奮していたそれだけならいいですけれどね奥さんそのお客というのが誰だったと思いになります何でもウィン・サンヌの蔵の中でジャン・カルトンという女を殺したボルディウという男で警察が探していた犯人だったそうですよそしてねこの男はね その女を絞め殺すと死体をみじんに切り砕いて2つの樽に詰めて川の中に投げ込んだそうでございますよ。もう、そんな恐ろしい男がこの隣の部屋で死んだのでございますよ。自殺らしいがことによったら心臓まひかもしれないということでした。たぶん後悔してか。 体の調子が悪かったのでございましょう奥さんコーヒーとおっしゃいましたねいいえ紅茶ですよ強い紅茶を一杯持ってきてください承中いたしました女中が立ち去ったそれからしばらくすると球児が盆に紅茶をのせて持ってきたがこれには彼女もびっくりせずにはいられなかった たといい球児であろうが男が夫人の寝室に入るのはあまりにそうだあまりにぶしつけというものだ兄さんが言われたことは本当だった実際フランス人は妙な習慣や考えを持っているイージンストーク町にはこんな風習はない彼女は毛布の中に一層深く潜り込んだが球児はそんなことには一向平気らしかった 彼は盆を置くと立ち去った球児が立ち去ると彼女は体を起こして紅茶をすすり始めた紅茶をすすると次第に体が温まるように思われた彼女は日が照っているのがうれしかった紅茶が済んだら起きることにしよう妹の船は1時に鳩場に着くそうだ だからゆっくり服を着たり兄さんに手紙を書いたりしても鳩場に行くには間に合うそれにしてもかわいそうなのはあの男だあれが人間の体をみじんに切り砕いた殺人犯人だったのかそれとも知らず自分は彼の寝室に一夜を過ごしたのだ殺された者にはいろんな人があったろうしかし彼女は とにかくその男の最後の場合に自分がその寝台のそばにひざまずいてお祈りをしてやったのかと思うとなんとなくうれしかったおそらく自分が祈ってやらなかったら他に誰も祈ってやるものがなかったであろう人を裁くのは難しいものだ人間は誰でもふとした場合にふとしたことがもとでつい悪いことをするものだあるいはあの男でも 本当は殺人の罪を犯していないかもしれない人というものはともすればありもせぬぬれぎぬをかぶせられやすい早い話が自分だってそうではないかもしけさの3時ごろ巡査があの部屋に入ったとしたらどうだろう本当はただその人の心に起こることによって判断すべきものだ人はいろんなことを学ぶ自分は 寝台の下に寝ていてもひざまずいている時と同様に祈り得るということを学んだではないかかわいそうな男彼女は顔を洗って服を着てそれから静かに歩いて手紙を書く部屋に行った見たところ旅館の他の客は何事も知らぬらしい顔をしているおそらく昨夜の悲劇を知った客は自分一人なんだろう 彼女は机の前に座ってしばらく考えた後次のように書いた兄上様私は愉快な旅をして昨夜遅く着きましたみんな親切で気が利いていて支配人もいろいろ世話を焼いてくれました食堂列車でメガネを忘れたことがありますが 親切な老人誌が探して返してくれましたそれから汽車の中に面白いアメリカの女の子どもが乗っていましたがその子どものことは帰ってからお話ししましょうフランス人は愉快な国民ですがただ食べ物が妙なものばかりで質素で治療になるものが少しもありませんアンニーさんの船は1時に着きます兄さん いかがです。気管支カタルはすっかり治ったでしょうね。ハント夫人がこしらえたマーマレードを入れた大きい石の壺は、馬車小屋の隣の一番上の戸棚のブリキ缶の中に入れといたことを記者に載って初めて思い出しました。どうかリジーにそうお伝えください。ブラー夫人はとても晩の音楽の集まりにおいでになるように繰り合わせがつかないでしょうね。 この旅館はいい旅館ですが寝室が騒がしいですから今夜はアンニーさんと一緒にグランド旅館に帰りますあとは帰ってからお話しいたしましょうではお体を大切になさいミリセントよりそうだ彼女は手紙でも帰ってからも 昨夜の出来事を兄に話すことはできなかった話さないのが彼女の義務である話せばきっと兄に無駄の心配をさせるばかりだこの奇妙な外国にいてこそ別に不思議にも思われないがイージンストーク町ではこんなことは話をするだけでも不謹慎なことだ見知らぬ男の寝室で一夜を過ごしたという この大体のいはれれられないその男が犯人であろうが紳士であろうがまたその男が生きていようが死んでいようがその区別が彼女の心の不安を和らげることはできないすなわち彼女と彼女の兄の親しい間柄にある不安を与えずには置かない浴室からの帰りに 彼女が扉の取っ手を壊したけれども寝ている人を覚ましたくないので声を立てずに寝台の下に入ったこれは本当のことだだから兄も必ず彼女の言葉を信ずるだろうけれどもイージンストーク町の牧師の家庭ではとてもそんな場合を想像することはできない話せば彼らの間に 妙なな小さい壁を築くようなもの。彼女一人を遠ざける不思議な溶液の中に浸るようなものだ黙っているのが彼女の義務だ彼女は帽子をつけると手紙を入れに出た彼女は旅館の郵便箱を信用しなかった旅館では誰が郵便物を取り扱うかわからぬ本当の通信省が取り扱うのでないのだ 彼女はボルドーの中央郵便局に歩いていった太陽が輝いていたいかにも外国らしい見慣れぬ不思議な興奮しやすい人たちの間を歩くのは非常に愉快だったカフェははやおしゃべりの男や女たちの客で満たされていたそれから花やそれから不思議な匂い何の匂いだろう 塩、海水木炭広場では軍楽隊が演奏している活気にあふれた軽快な音楽すべてが命と活力と雑踏をというより貫くような鋭いものに満ちている私は見知らぬ男の寝室で一夜を過ごした。 こう心につぶやいてブレースガードル城は肩を張り口の中で歌を歌いつつ足を速めた彼女は郵便局に着くと差し入れ口の上に「RF」フランス共和国の略字、と書いた金属製の大きい板を張った郵便箱を見つけてその方に歩いていったとうとう安心できる郵便箱まで来た。 手紙を差し入れる時の彼女の顔にポッとかすかな赤みがさしたそれは日が暑いからだろうかそれとも歩いたからだろうか彼女は手紙を落とし込むとその差し入れ口に手を突っ込んでもしや引っかかってはいぬかと念のために探ってみたいいえ手紙は確かに下に落ちている彼女は ほっと安堵したようにため息をついてそれからパラガイから来る妹を迎えるために鳩場の方に歩き出した。